まっすぐめっちゃ抜けた。こんにちは、始まりました、川西美希でーす。今回は最近の毎日メイク、久しぶりにねやってみたので、そちらを紹介したいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。カラコンは最近いただいた二木咲乃ちゃんのプロデュースのカラコン、こちらミウムのクラゲを使っています。今日はこんな感じでね、すっごいナチュラルなラガンっぽい目になる、かわいい。でスキンケア終わっているので、鼻周りだけ油分があるところを取って下地つけていきます。下地はこちら、ここは最近割と王道なんですけど、サナ毛穴パテ職人の毛穴崩れ防止下地。前使ってたソフィーナプリマビスタのこの化粧下地と、まあ、見た目も中身も結構似てる感じなんですけど、こっちの方がちょっと乾燥する感じで、これはね乾燥せずに毛穴の凹凸を埋めてマジ職人してくれるって感じだから、他のとこトーンアップさせたい時とかでもこれは絶対毛穴に塗ります。下地とかもちょいちょいいろんなやつ試してるんですけど、最近使ってよかったなって思ったのは姉ちゃんが使ってたこれで、これちょっとピンクっぽい白い感じの下地ではあるんですけど、そんなにトーンアップ効果がなくて、逆にそこもね結構私は好きです。トーンアップ効果ありすぎると首と顔の色がね結構差出ちゃったり、出ちゃった。そして次はローラメルシエのフローレスルミエールラリアンスパーフェクティングクッション 1C1。 撮影の時とかはこれが私が持ってるクッションファンデの中で一番明るいカラーなので、ローラメルシエ使うことが多いかな。でクッションファンデのパフなんですけど、これのね付属のパフもすごい使いやすかったけど、私が一番感動したのはエクスボーテのクッションファンデのパフ。これ普通のスポンジみたいなこんな感じのもっちもちのスポンジになっていて、でクッションファンデのパフってちょっと粗めというか、あんまりもちもちした素材じゃないじゃないですか。で弾力ありすぎるとファンデーション吸収しすぎちゃうし、でもスカスカすぎてもきめ細かくファンデーションが塗れなかったりするんだけど、これはねすっごいきめ細かいもっちもちのパフだから超塗りやすいです。これだけで売ってほしいレベルで本当に使いやすい。やっぱパフだけでね肌の感じ違うんだなって思いました。はい、そしたら次コンシーラーはマーシュフィールド、新しいやつもあるんですけどまだ古いのが残ってるので、マーシュフィールドのクリームファンデ N16 番を使います。はい、コンシーラー塗ったらちょっとしたスポンジでここのコンシーラーのところを馴染ませます。でまぶたにシワになって入り込んでいるファンデーションとかを取る、あと鼻の際とかね、ここのさシミがめっちゃ気になるんですよ。ちょっとレーザーとかしに行きたいんだよな。で私鼻のねここがキュッと内側に入ってて、これがすごい嫌なのでコンシーラーでこのキュッて入ってるところを入ってないようにちょっとだけ見せます。私鼻先が太いのに鼻の付け根がキュッてなってるから三角の鼻みたいになってて、だいたい綺麗な人って三角よりもこういう人が多いイメージ、平行だから、なるべく平行に見えるような形にここは明るいパウダーとかコンシーラーで調整していきます。ベースは結構不動かもしれないな、あんまり揺らぐことはないとか言って、次出すメイク動画でクソ揺らいでたらすいません。で次パウダーはこちらメイクアップフォーエバーのウルトラ HD ルースパウダーかな。前回使ってたのがこれよりちょっと小さめのサイズだったんですけど、これがすごいやっぱいいんですよ。隠蔽感ないけど肌サラサラにしてくれるし、でもほんの少しだけこの肌の奥にあるツヤは残してくれるっていう、めっちゃマットっていう感じにならないから本当にいい。パウダーの比較動画でも私は1位にこちらを選んだんですけど、ベースはこんな感じ。家庭の中チーク戦争っていうのがあって、川西の中だけでいろんなチークが戦争しているんですよ。そんなこんなで私が最近使ってるのがですね、シザンヌのナチュラルチーク N17 番か18番を使ってて、今日は17番使います。であとロム&のベターザンチーク、これは05番ですね、ハートが5個あるやつ。あとこれは限定だったんですけど、ベターザンチークのロム&の06番、これめちゃくちゃ可愛いよね。後ろとかも凝っててチェック柄なんですよ。でベースでセザンヌの17番をこんな感じのちょっと幅も細めだし、横から見てもあんまり毛が多くないキュッてなっている感じのブラシにとって、少し手でポンポンと調整してから、私は余白が多いので視力検査みたいな感じでこうやって目にかざして、その下ここからちょっと右側にずらして入れていきます。でこの時鼻横まで下にやっちゃうと結構下になっちゃうので、鼻よりちょっと上がいいと思います。でこんな感じで横長楕円型に入れていくんですけど、ここに入れたらセザンヌより薄めのカラーのロマンドをつけたら全体的にフッとしてから、くの字ここのところとここの目の下のところに入れていきます。最近マスクをすることが多いのでここまで映るじゃないですか。で血色感だったりとかってあんまり分かんないから、ここに塗るだけでちょっとだけ血色感が生まれます。 NiziU の Hulu で流れてるやつを見てた時に、メンバーがマスクしていて、この子可愛い、今日のメイクなんだろうって思った時にここにチークが多分入ってたんですよね。やっぱ可愛い子を見ながら得るヒントってめちゃくちゃある、勉強になるんですよね。で反対側も同じように黒目の下横こんな感じで楕円型に入れていきます。
チークブラシは大きすぎない方がやっぱり調整しやすくていいですね。で昔はここからキュッとこの濃いカラーで上に上げちゃってたんですけど、髪癖とかで小顔矯正いかないとここがね出てきちゃうので、ここの高い位置にチークを入れると少し顔が大きく見えてしまったり違和感のある顔になっちゃうから、濃いカラーでそのままここにチークは最近のせないようにしてます。高い位置濃いなって思ったらパウダーをつけて調整します。でこの一番明るいカラーはメイク完成した時に最後にグラデーションとして内側に調整する感じで入れます。今は使わない。そしたら次シェーディング。最近シェーディングはこれもルムアンドなんですけど、ベターザンシェイプ01番のオトクレイエン、これブルベさん向きの色らしいんですけど、普段メイクで使う好きなカラーとかはオレンジ系が多いけどグレー系っていうことでね、これはブルベさん向きの色でもシェーディングこっちの方が色目立たないんですよね。でブラシはマリリンと6プラスのコラボのやつ、めっちゃ可愛くない？この絵のところの色とかブラシの色がすごい可愛くて高級感あふれる感じで持ちやすいです。絵も太くて、でこんな感じで私の顔はここまでって言い張りたい部分以外のところに塗ります。でさっきチークここにのせたんですけど、ここにかぶさるようにものせます。削りたい部分ね。で上の毛が生えてこないところとかにも塗る。でフェイスラインにものせるんですけど、この顎の下のところにものせたり、実際に影が作るところを大げさにちょっと影足してあげる感じ、この首横だったりとかね。このブラシ本当と気持ちいいの。で大体ここら辺で自分の唇がカサカサのことに気づくので、こちらバビメロのスイートプランパーをつけていきます。もうこれ 3,4 本目ですね。結構ストックはしているんですけど、これ一応ねコラボ商品なんですけど、本当にこのねテクスチャーがめちゃくちゃ好き。固めでラメも入ってプルプルになるし、最近ねリップクリームじゃなくてメイク時はこれで保湿してます。はい、そしたらバビメロのパーフェクトシェーディング&アイブロウ。シェーディングはグレー系のグルベに合う色だったんですけど、こっちはちょっとイエベさん向きのパレットになっていて、真ん中と明るいカラーを取ってで眉毛描いていきます。で眉アートしててもファンデーション塗るとちょっとなくなっちゃうので、そのなくなった部分を足していったりしなかったりラジバンだりしたり、意外と眉頭って描かなくてもいいんだよな。なのでちょっと眉頭浮かせて真ん中以降から入れていきます。来たねぽちゃんぽちゃん最近朝から晩までエッセイの作業をしていることが多いんですけど、ぽーちゃんがねずっと近くにいてくれるの。トイレ行ってもついてくるし、リビング行ってもついてくるし、ほんとちょっとした移動でもすぐついてくるのがめっちゃ可愛いんだよね。ババア癒されちゃう見てうん、どうした可愛い。はい、でここで登場上西の動画定番マック表参道限定のアクセントイート。はい、これを一番私が大好きな平筆オンリーミネラルのブラシにつけて、コンシーラーはここ全体にやったんですけど、このクマ陥没している部分だけにこれを入れていきます。はい、そしたらさっき言ってたここの鼻の調整していきます。ここがキュッとなってるので、それを幅取るようにこんな感じで入れてって、でシェーディングで使ったロムアンドのやつをブラシに取って、で眉毛からちょっと下ろすようにここに入れていきます。目頭のところに来るようにかな。ここに入れたら残りのカラーを使って眉毛を少し内側に入れるような感じにします。 TWICE のヘアメイクさんが言ってたんですけど、メイクの中でここってすごい重要らしくて、やっぱ顔の中心、もちろん鼻も重要なんですけど、ここからこの額の間にかけて、ここが綺麗に映るとすごく綺麗に見えるっていう風に言ってたのを聞いて、あ、確かにトワイスちゃんたちここ全員綺麗やって思って、明るさでここの太さをなるべく均一になるように錯覚させる、うん、さっきよりマシかな。はい、そしたらここも明るくしていきます。でチークが内側に入りすぎちゃったり、ここほうれい線でね影になっちゃったりすると少しおばあ様みたいな感じの雰囲気になっちゃうから、バビメロの 4-in-1 パーフェクトフェイスパレット、これの右上のカラー、これが結構明るいので、これをこのほうれい線のここの部分に入れていきます。私メイクする時が基本撮影の時とか、あと打ち合わせだったりとかの時だけなので、普段のメイクだとちょっと厚塗り感出ちゃうのかな、写真映えメイクって感じ。そしたらロム&のまたシェーディングを使って、結構細めの筆で鼻先にシェーディングを入れていきます。私は鼻先が丸いので、自分の形に沿ってじゃなくって理想の形を想像しながらこの鼻先を入れていきます。で私 V ラインに入れるんですけど、ここがちょっと団子になっているから、本来ならばここまである鼻をちょっと狭めてこのぐらいに描きます。
そして鼻先が影になるように人中のところに少しだけちっちゃめの三角を描きます。そしてまた同じカラーを取ってノーズシャドウを入れていくんですけど、ノーズシャドウをねここに入れるのではなくて、ここの三角ホールっていうのかな、ここに入れていきます。でここの鼻ですっていうところまでは塗らない、このくぼんでいるところに塗ります。私はでこうすることによってちょっと陰影ができる。でノーズシャドウに使うカラーは塗ってる塗ってないっていうぐらいのカラーがおすすめで、ハイライトも 4-in-1 パレットのハイライトを使います。目頭のところに細めのブラシ、これもマリリンのやつなんですけど、これでポンと置いて、でそこからちょっと伸ばすような感じで入れます。ギラギラする感じのちょっと明るめのハイライトなので、肌のトーンが自分ちょっと暗いかもしれないって思う方はこことここを混ぜながら入れるとそんなに白く見えないと思います。はい、そしてここの付け根のところ、ここにも入れて、で鼻先に入れます。こんな感じで、シグマの大きめなんですけどそんなに毛が広がってないようなブラシでこのハイライトを取っておでこにのせていきます。ここですね。はい、そしたらまたシェーディング使って、顎下口がブルンってなってるでしょ、このブルンってなっている一番厚い部分の下だけに入れていきます。これをするとねちょっと顎が立体的に見える。で境界線を少しぼかしてあげます。顎があんまりねないとか目立たない人だったら、それにさらに明るいカラーかハイライトを顎先に縦だったり三角に入れてあげると、ちょっとこう縦長効果というかそんな感じの効果がある気がする。はい、次ビューラーです。こちらヒロインメイクのビューラー、これめちゃくちゃ人気なビューラーで限定で一時期出てたと思うんですけど、どこ行っても見つけられなかったんだよね。これが一番ギュイーンって上がるから好き。ビューラーありなし、こんな感じです。はい、そしたら次、本当にロム&ばっかり出てきちゃうんだけど、私が一番愛用しているロム&のベターザンアイズ M03 番、こちらが多分私の肌色になんか合ってるみたいで、ロム&のいろんなアイシャドウを試したけどこれをつけた時が一番漏れてるっていう風に感じました。左上のベージュっぽいちょっとピンクみがかったカラー、つけるとあんまり色わかんないし少しだけトーンアップしてくれるかなっていう感じなんですが、なんかこれがいいんですよね、本当に不思議で。これ入れたら右上の少しくすんだピンクっぽいカラー、これを目尻に入れていきます。でこの時に二重の幅がちょっと狭いよっていう人は、この目頭にもグラデーションで入れてあげると結構可愛くなると思います。でまぶた開けた時に二重の線にかぶってちょっと見えるぐらいのところまで目尻は入れます。で同じピンクカラーを細めのブラシに取って下まぶたの目尻に入れていきます。ちょっと大げさな感じで入れるね最初は。で目尻にこんな感じで入れたら、ブラシに残っているものを使って目頭も塗っていきます。でこれだけだとちょっと怖い感じになっちゃうんですけど、後で少しぼかしていきます。で細めの硬いブラシで同じ色を取って、もう少しグラデーションを濃くしていきます。ふわふわのブラシと硬いブラシじゃ濃さが変わってくるので、いろんなブラシ使った方が陰影があるメイクができる気がする。こんな感じでアイシャドウ入れたら、次に右下のブラウン、めっちゃ細めのブラシにとって黒目の上ぐらいから目尻に入れていきます。この右下のブラウンのカラーが本当に絶妙で綺麗なグラデーション作ってくれるし、あとパウダー自体がすごい使いやすいからふわっとしたラインを作って優しい印象に見せてくれる。マジでこのパウダーは軽いのに塗り心地もよくって、アイシャドウの革命だと思うな。はい、そしたら涙袋なんですが、さっきも使ったバビメロの 4-in-1 フェイスパレット、これの一番明るいフェイスパウダーを使います。でこんな感じの毛先がちょっと面白い感じになってるこのブラシを使って、ブラシの色を取ってから明るいカラーカラーをブラシに取り涙袋に入れていきます。でさっきピンク色こっち入れたじゃないですか、でもそれを入れたことによって少しグラデーションだったり内側からちょっとピンクっぽい感じの色がほんの少しだけ出るんですね。それが狙い、二度手間だけど、その二度手間がほんの少しだけ可愛く見せてくれる。涙袋、こんな感じ。で、パーフェクトシェーディング&アイブロウの付属の細めのブラシを使って、真ん中のカラーを取り、涙袋を描いていきます。で、目頭はちょっとだけ開けるんですけど、ほんの少し狭めに描いて、そこからちょっと下に下げるような垂れ目に見せるように、ピュンって入れます。あっ順番しくったわ。影が先だった。影をね先に入れるとちょっと影幅広めに入れちゃったとしても、この上からこれを塗ることで少し修正が効くんですよね。でこの涙袋の明るいカラーを入れるときはまつげの下とかに攻めない、なるべくまつげが生えてるところから少しだけ離して描くとより目が大きく見えます。
で、セザンヌのトーンアップアイシャドウ02番。これ最近そこまで使ってなくって、涙袋に全面使うことはしません。チップで取ったら、黒目の下、ここに入れて、そこから目尻に少し垂れさせて描く。前みたいにギャンギャンに入れちゃうとちょっと古い感じになるので、このぐらいで止めておきます。で、目尻のここを少しだけぼかします。ラマンドのブラウンとレッドだけでね、ここ作ったんですけど、こちらバビメロのシャイニーアイパレット、チャームブラウン。これの右から2番目のカラーが本当に大好きで、ここのカラーを取って、ここをね、ちょっと幅広めに入れていきます。これをすることで本当に可愛い垂れ目ができるの。アイシャドウビフォーアフターはこんな感じです。そしたらお次はラメ。エチュードハウスのエアームースアイズ。喉おかしいな。このラメほんと可愛いんだよな。これをまぶた、黒目の上にポンポンポーンと乗せて、そこからちょっと周りにぼかす感じ。ラメビフォーアフター、こんな感じです。この今塗ったところが目開けると結構飲み込まれちゃうので、二重幅よりもちょっと幅広めに入れてあげると、目を開けている時でも綺麗に見えます。で、次にシピシピのグリッター。結構このシピシピのグリッターがエチュードハウスのラメと相性がいいので、ツンツンツンって置いて指でぼかします。やっぱいろんな粒のね、ラメが入るとより可愛く見えるかな。はい、そしたら次、目の下のとこにラメ入れていくんですけど、ラメの幅をこのまま筆でベタ塗りするんじゃなくって、ちょっと筆を立てさせて太く入れるのではなく、細く乗せていきます。まつげの生え際とかにちょんちょんちょんって置いてあるような感じ。ほんと可愛いこれ。ちょっと量多めに乗せても可愛いですね。黒目の下とか黒目が終わるとこ多めに乗せてみるとポイントで輝いてくれるので、すごい印象的な目になります。そしたらアイライナー、レアナニプラスの一番明るいカラーを使います。今日はアイライナーを細めに描きたいところではある。アイライナーは細くして、その後からアイシャドウでぼかすのが一番濃くなりすぎなくていいかな。でも二重の幅が違う時とかついついアイライナー太めに描いちゃうんですよね。目尻は垂れさせてそのまま流す。で、アイシャドウのブラウンを細いブラシにとってアイラインをぼかしていきます。特にね、アイラインのぼかし、目尻が結構重要だなと思ってて、目尻がパキッとね、しすぎてると、描いて下げてんじゃんっていうのがもろバレしちゃうので、少しぼかします。アイライン、ぼかしあり、ぼかしなしは、こんな感じ。そしてマスカラ、これロフトのイベントの時にいただいたんですけど、アネリアナチュラルトリートメントマスカラブラックというものを使います。ブラシはこんな感じ。お湯で落ちるタイプですね。これ塗っていくんですけど、ダマになりにくいというか、割と細い線で塗ってくれる印象。で、ちょっとダマになったのって感じたらコーム使ってシュッシュって、これはキャスティのコームです。キャスティ、チェスティ、チャスティ、上マスカラこんな感じで、下ものせていきます。で、下は目頭のまつげは塗らずに、黒目の下ぐらいから目尻にかけて塗ります。昔はね、目尻だけだったんですけど、最近は黒目の下にも塗ってるかな。はい、でアイメイクできたので、リップ、リップは一回グロス塗ったんですけど、角質とかがね、まだ残ってるので、ティッシュで一回拭き取ります。こうやることでね、しっかりリップがなるから、メイク前にリップクリームとか、あとこういうグロスをつけて、リップ塗る前に一度取って、唇の治安を整えてからリップ塗ると結構いい感じ。今回はですね、ロム&のフィグフィグ06番、これにねプラスしてオレンジっぽいからも少し重ねます。で、少し上はオーバー気味に私は描いちゃう。で、描いたら指でちょっとぼかしてなじませます。本当にメイクはもはやアート。セザンヌの各二重アイライナーっていう影用ブラウン、これで唇の口角のところを上げます。これ写真撮るときとかにね、ここ上げとくと本当に映えるからおすすめ。伝わるかな？こっち描いた方、描いてない方。ほんの少し下がって見えるんですよね、こっちは。大げさに描くとこんな感じ。ちょっと口先女っぽくなるんですけど、そこからちょっと三角に、この下とつなげるイメージ。で、口を開けたときに、キュンってなりすぎないように、上にもつなげていく。ちょっと難しい。はい、口角キュッ上げしました。で、次にリトルレディリュクスのオールインワンルージュ G の07番、コラボリップのカラーですね。これを内側多めにポンポンポーンってしてって、で、リップのカラーでこれが一番最近はお気に入りなんですけど、これ単品で使っちゃうと今日はちょっとオレンジっぽくなりすぎちゃうので、重ね付けして色を調整しました。はい、こんな感じ。そしたらちょっと頬に色気が足りないので、ここら辺にチークを足します。最初に言ってたロム&のやつですね。さっきはブラシ横だったんですけど、縦こうじゃなくてこう、筆をこっちにしてこのまま横にポンポンポーンと入れます。チークはやっぱ濃い方が好き、愛らしく感じますよね、チーク濃い方が。苦手な人もいるかもだけど、私はチーク濃い方がいいですね。で、グロスのせていきます。はい、ということでこれでメイクの完成です。
最近のメイクも相変わらずアイメイクだったりとか引き算を知らないねっていうメイクをやっているんですけど、やっぱり自分が心地いい気持ちで外に出れるのが一番かなと思って、撮影の時とかも結構このメイクで挑むことが多いです。ポイントとしては冬なのでちょっとチークを濃いめにして、内側からジュワッとにじみ出たような血色感よりもちょっと過剰めにつけるのがポイントです。特にデートの時だったりとか、今日は可愛く見せたいなっていう時とかにリップをつけた後にチークを調整用で少し濃いめに内側に入れてあげると可愛くなるかと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ツイッター、インスタグラム、リップス、ラジオもやっているのでそちらの方もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバイ。